皆さんこんにちは、大橋さんです。本日はね、11月5日の、土曜日、こちらですね、ガンプラ新製品機動戦士ガンダム水星の魔女より、デミトレーナーチュチュ専用機、こちらがね発売となりました。で、同時発売でね、ディランザの一般機もね発売されましたね。で、早速ね買ってきたんですけども、今日朝用事があって朝から買いに行けなくて、まあ、ガンプラ新製品ってことでね、ちょっと買えるか分かんなかったんですけども、お昼のね2時頃にお店に行ったら普通に結構ね置いてありまして、あの、ね、普通に買えましたので、まあ、この動画をね見てね、今日はレビューさせてもらうんですけども、いいなと思っていただけましたらお店の方をねチェックしてみると多分しばらく残ってると思うんで買えると思うんでね、まあ、参考にしてもらえたら嬉しいです。こちらはね、144/1HG ってことで、価格はね、まあ結構安めと言いますか、安くはないんだけども、まあ定価がですね、1540円ですね。で、お店なんでね、2割引きで1232円で購入することができました。でですね、結構ですね、正直ごめんなさい、デミトレーナーをあんまりかっこいいと思ってなかったんですけども、これね、失礼な話で申し訳ない。とりあえず新製品なんでね、買っちゃったんですけども、このパッケージのね、横のこの、ポージングした写真ね、見てると、これめちゃめちゃかっこよくないですか？こんななんか、スタイリッシュというか、ね、メリハリついたね、デザインで、結構かっこいいなと思っちゃって、なんかね、結構モチベーションが上がってます。もしかしたらね、塗装までいっちゃうかもしんないです。かなり、なんだろう、すごくツボに刺さってるんですよね個人的にね。で、まあこんな感じでパイロットはね、チュアチュリーパンランチチュッちゃんですね。まああの第5話だったっけな、6話だったっけ、ごめんなさい、どこまで行ったっけな。結構ね、あの暴走気味なシーンがね印象的な女の子ですね。では早速ね開封して中身見ていきましょう。で、内容物としてはランナーが1枚、2枚、3枚で、4枚。ランナー4枚ですね。ランナー4枚プラス、まあ、シールですね。各センサー類をね、補う、ホイールシールがね、1枚付属していて、で、あとはね、この大型ビームライフルとバックパックをね、つなぐリード線がね、付属しております。ナンシーソレなんでね、こう、可動にね、追従するような、そんなね、パーツが付いております。で、ちょっとね、細かいところはね、作ってみないとわかんないんですけども、結構ね、パーツの構成的に合わせ目がね、ほとんど出ない作りになってるんじゃないかなと思います。ね、足とかもね、こんな感じで、ブロックのね、こういったパーツをね、こう、なんていうかな、挟み込みじゃなくて、こうね、縦方向にこう、なんていうのかな、スライドさせてはめ込む方式なんで、合わせ目とかほとんど出なさそう。なんで、かなり出来がいいんじゃないかななんてね、期待しています。まあ、その辺はね、今から作ってね、ご紹介しようと思います。それではね、早速制作していきます。ちょっと待ってくださいよ。これは、すごいぞ、これ。やばいです。当然デザインの差はあれど、完成度はね、エアリアルを超えてるんじゃないかってぐらい、出来がめちゃくちゃいいです。ちなみにね、内容物というかね、完成したものは、デミトレーナーチュチュ機本体と、ね、あとは、ライフルと、結構大ぶりでかっこいいです。ライフルと、であとはね、バックパックと、ね、ライフルをつなぐこの、エネルギーのね、ケーブルみたいなやつですね。これと、あとはね、武器をね、持たせるためのね、握り手に加えて、こちらのね、平手がね、左右とも、ちゃんと付属しています。形もね、とてもいい感じですね。で、パーツはね、ランナーからね、すべてのパーツをね、切り出して使います。なんで、余剰パーツはね、一切出ません。ここもね、作ってて気持ちよかったですね。で、D ランナー、こちらがですね、今度発売されるデミトレーナー拡張パーツ、これのね、ランナーが一部入っています。ここに、平手とかね、そういったパーツが含まれておりました。じゃあ、どっから、ちょっとね、この凄さをね、ご紹介させてもらおうかな。まずは、まあ、合わせ目かな。合わせ目に関しては、本体、一つもないです。完璧です。一切合わせ目出ません。これ、本当です。一応、合わせ目、まあ、ここかな。首外すとね、この部分に合わせ目あるんですけども、ここね、ここですね。ここ、頭つけちゃえばね、見えないんで、合わせ目は隠れます。で、強いて言うなら、まあ、バックパックですね。バックパックの、これもね、ちゃんと合わせ目、これ、左右貼り合わせなんですけども、バックパックのね、当然分割面で合わせ目出るんですが、ここはね、ちゃんと綺麗にこう、段落ちが入っていたり、形も工夫されていて、こう、モールドっぽく見えるように、ね、工夫されているんで、ね、この部分ですね、全然違和感ないんですよね。なんでこれ別に合わせ目じゃなくてモールドとしてね、
こう頭の中で処理できるんで全然違和感ないです。なんで合わせ目は本当に全く出ない。本体ももちろんですし、すごいのはね、HG の武器って大体モナカじゃないですか。モナカではあるんですが、ちゃんとね弾落ちになってるんで武器の部分も合わせ目が出ないです。なんで100点満点です。完璧です。HG じゃない、もうちょっと RG とか MG に近いぐらいのねクオリティですね。色分けに関してもね本当に優秀で、こういったね、足のスラスター部分、ここもね、こんな感じで、裏打ちパーツ入ってるん で裏打ちパーツ部分にねこうスラスターの、造形されてるんで、この中の部分もねちゃんとグレーになっていて見栄え本当にすごくいいです。でも強いて言うならやっぱりどうでしょう、説明書と比べると色が抜けてる部分って本当に少なくて、バルカンとかもね、頭部のバルカン部分もちゃんと色分けされているし、ね、胸のねこの部分も色分けされているし、強いて言うならこの部分ですね、このくぼんだ部分、ここが若干、ここがね若干じゃないや、ここがね、まあ、ステーラーグレーになってるんで、まあ、くぼんでるんでね簡単にここ塗れると思うんで、本当に色分け本当優秀。バックパックのこのスラスターというかバーニアというかね、こういった部分がねちょっとモールド浅いぐらいで、ここはまあ作り直すか、別に作り直さなくてもねいいと思うんで、もうそれくらいですね。気になる点が本当全くないですね。究極の出来です。すごい、本当にエアリアル超えてると思います。パチ組に100点満点ですね。素晴らしいです。でパーティングラインも最小限で、腕のこの、まあ、リングっていうのかな、この部分ですね、ここにパーティングライン入ってるくらいで、あとは入ってない、全然目立たないんで、ね、ここだけね軽く削ってあげるとさらに、ね、見栄えが良くなるかなと思います。じゃあ続いて可動範囲のねちょっとご紹介に入りましょうか。まずは頭部から。頭部はね、ボールジョイントがないんで、こう上下のようには動かないんですけども、左右にはね、どこまでも360度回すことができます。で胴体も、こんな感じでね、前後左右に、ね、大きく振ることができます。かなり柔軟に動きますね。でさらに腰のストッパーを外すと、こう根元っていうのかな、腰の付け根からさらにこう動かすことができるんで、さらにね可動範囲がアップするって感じで、ね、前方向、前屈もね深くできますし、のけぞることもねこう大きくね反らせることができます。可動範囲はめちゃめちゃ広いですね。ちょっと一回ストッパーを戻しまして、で続いて腕ですね。腕はまず、付け根の部分でねこんな感じで引き出すことができるんで、大きくねこう引き出して動かすことができます。なんで肩の付け根だけでもこんだけぐるぐる動きます。で肩アーマーはね左右とも跳ね上げることができるんで、可動にね干渉しないようにね逃がすことができますんで、こう大きくね跳ね上げることができるっていう感じです。こんな感じですね。もうちょい動くなってくださいね。ちょっとなんか組み合わせが悪いな。うん、こんな感じですね。こんな感じで大きくね動かすことができます。かなり柔軟に動きますね。でこの部分でロールして、で肘はね、二重関節ではないんですけども、こんな感じでね100度くらいね曲げることができます。十分ですね。で手首はねボールジョイント接続で、で根元部分というかこの部分でロールしますんで、今回はね使いませんが、ここにね新しいじゃない、なんか追加武装をつけて、いろんな方向にねこうなんていうかなマウントすることができるっていう、そんな感じですね。で左肩はねシールドついてますが、シールドはね根元で動くことに加えてボールジョイント接続なんで、本当にね大きくぐりぐりと動くんで全然可動に干渉しませんね。なんでこっち側もね大きく腕をね跳ね上げることができます。でフロントアーマーはね左右一体なんですけども、真ん中で切り離せばね独立して動かすことができるようになります。で股関節は軸接続でこんな感じでね180度大きくね開脚させることができます。で膝はね二重関節なんで深くね曲げることができます。こんな感じですね。深く曲げることができます。可動範囲優秀ですね。でスラスター部分はこんな感じでねスライドさせて動かすことができます。当然ね回転もね対応しております。で足首はねフレーム部分は動かないっていうかね回転だけなんですけども、このつま先部分がねボールジョイントでこうぐりぐり動き取れちゃったごめんなさい、ぐりぐり動いてね、くれるんで、かかと側もね、動きますんで、ちゃんとこう、設置もね、足を大きく広げてもバッチリね設置してくれるっていう、そんな感じですね。可動範囲は本当に
稼働範囲も優秀ですね。なんで本当欠点のない素晴らしいキットですね。なんか自分のね勝手な指標として、あの稼働範囲のね、優秀さの指標として、まあ、膝立ちがね綺麗に決まるかどうかっていうのが1個あるんですけども、膝立ちもねこんな感じですごく綺麗にかっこよく決まります。ちゃんとこうねしっかりこうね、わかりますかね、人間っぽい感じでかっこよくね膝立ち決まります。これかっこいいな。なんかデザインもね結構かっこいいんですけども、こうやって動かしてあげるとさらにこうそこが光ってすごく魅力的なね、機体だなって思いますね。なんでぜひね一回手に取ってこれね作っていただきたい。本当にかっこいいですよ。でこちらのね、大型ビームライフル、こちらはですねこの部分ですね、この部分をデミトレーナーのねこうフロントアーマーのこの部分ですね、ここに接続してこんな感じでね使うんですけども、ですね可動範囲というかね結構フレキシブルに動いて、まずはこのグリップ部分ですね、ここが360度、そしてこっち側が180度、こんな感じで動くんで、いろんなねこう向きに向かせることができると思います。であとはねこの接続アーム部分もここがこんな感じで動いて、でここ回転するし、この接続部分ねここも回転するんで、本当にねあんまり窮屈に感じないっていう感じですね。結構なんていうかな、遊びやすさっていうのもねちゃんと考えられた構造になってると思います。でねポージングさせるとこんな感じですね。本当可動範囲が広いんで、こう分かりますかね、 HG ではあるんですけども、ちゃんと肩をこうクッと入れたようなね、こう銃を構えて狙撃する、そんなポーズもねバッチリ決まります。すごいかっこいいですよ。でこんな感じで飾っておくのもねいいかなと思います。めちゃめちゃかっこいいですよね。最初ね、まあ量産機というかね、まあ練習機ね、デミトレーナーなんでそんなにねかっこいいと思ってなかったんですけども、いざ手に取ってねこう組んでみるとむちゃくちゃかっこいいなってね、その魅力に気づいてしまいました。これがねお店で買うとまあ、1300円くらい、定価でもね1500円ちょっとなんで、これはねぜひ本当に気になってる方、そしてねこの動画見てねいいなと思っていただいた方、まだお店に残ってると思いますので、しばらくは残ってると思いますんでね、ぜひ一度購入をね検討してみてはいかがでしょうか。パチ組でもこれですし、すぐね塗装も入れるんで、本当に作っていて楽しいと思います。でそんなね組み立てるだけで本当にMG とか RG にね匹敵するクオリティのねデミトレーナー、今回ねご紹介させていただきました。一般機の販売もね、販売というか発売もねすごく楽しみですね。これは拡張パーツセット含めて多分ね買ってしまうんじゃないかなと思ってます。また買ったらねご紹介させてもらおうと思います。ではね、今回は以上です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ね、もしね、動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価とね、チャンネル登録して活動を応援してもらえますととても嬉しいです。ではね、また別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。